ここはは裁判所ででないので質疑応答で何かが言われるのをずっと待ち構えてるっていう形のコミュニケーションっていうのは多分進んでいかないんですよ。やっぱり自分がお金を欲しいと思ってきていらっしゃるはずなのでどんどん自分を売り込んでいかないと何でもいいから聞いてくださいみたいなスタンスっていうのはちょっと違うのかなと思ってこの時間まで聞いてたんですね。緊張されてるのはすすごくわかりますよ 緊張していることと熱量を伝えきれないことは違うのできっとあなたが本当にこのビジネスをやりたいんだったらもっと熱出してあの皆さんにプレゼンしないと多分みんなに伝わらないよね。頑張ろうよせっかく来たんだから。じゃダメだ。自分が思ってることとかやりたいこととかをどんどん言おうよ。 えではまずお名前をどうぞはい韓国から来ました和田大輝22歳ですえっと3つの中から、えー、希望の投資形態をお選びください、はい、3番社内ベンチャーでお願いしますはい、えー、ではあなたのファンディング希望額は520万円をお希望いたしますすごいねだから就職せずに、まあ、これで就職って感じか社内ベンチャーだからそういう感じですかねもういいいつつははい、<laughs> なるほど <laughs>、うん もし出すすならどこがいいですか吉祥寺原宿渋谷とにかく10代20代の女子が多いところに出したいです。この韓国式ワッフルで今その韓国で流行ってる <coughs> あのワッフルをあのそのまま日本に持ってくるのかそれともなんかこう日本用になんかこうカスタマイズしてその和田さんなりの仕掛けがあるのかどうか。僕はそのまま持っっててくるっていう 方向で考えてます。そうなった時に、和田さんのワッフルって、はい、その、えー、美味しいんですか?。あの、その韓国にあるワッフルと同じ味、それともなんかこう。それよりなんかこう、うまいんだみたいな、そのこう優位性みたいのって、なんか。その味をそのまま再現、することができると思います。うん、それはそんなに難しくないです。難しくないです。ってことは、じゃあ逆、逆に今後、えー、まあ、誰でも簡単に作れちゃうっていうところ。 は正直あると思います。はい。この韓国で、この韓国ワッフルっていうのは、はい、あのー、なんで人気なんですかね。一番大きいのは、僕が考えるのは値段。これ韓国では、ずっと前から流行ってたんですか。流行ってるっていうより、ずっとあります。国民食みたいな。いや、そうです。はい、そうですね。じゃ、逆になんか、今までそれが日本に入ってきてないのって、ちょっと意外ですよね。実を言うと、もう一店舗入ってきてまして、うん、っていうのも。 僕がこれを準備しているときに知ったっていう形なんですけれどもそれが福岡のオープン日が5月月日だだっったたかな1ヶ月まだたったぐらいなんかそんな簡単に作れるものだったらなんかそれこそ新大久保とかにもうすでにお店があってもおかしくないかなって思ったんですけどなんかこうえその先にお店とかやられてる方が何かの要因でこう当たらないとか,なんかそういう,こう要因が。 ととかかって考えられたことありますかうん新大久保でやっちゃうとその韓流ブームがあのちょっと下火になった時にそれに飲まれちゃうんじゃないかみたいなことをおっしゃってましたけど実際これをえっとブームにするとしたら、まあ、何年ぐらいいやりたいですかスモールスタートで食べ歩き専門店から始めて1年はまあ日本でまずどのぐらい。 受け入れられるのかとかその SNS とかうまく活用して1年はまず様子を見るっていう形にしたいと思いますこれ和田さんの中でなんかこの美味しいワッフルを日本にも上陸させて日本の皆さんも楽しんでくださいっていう形なのかそれとも金儲けなのかってどっちですかどっちもあります和田さんは このワッフルの日本出展をすることと、自分がビジネスマンとして成長することって、どっちの方が重要ですか自分がビジネスマンとして成長する方が大事